はい、ってことでね、信長 X の評価をぶち下げていきたいと思います。まあ、テンスラコラボってことで、ちょうどスライムとコラボというか、まあ、スライムと使っていきましょうかね。まあ、2体しかね、基本的には積めないと思うんで、ユークリでなんかずるいわ、ユークリついときゃいいと思ってもとほんと。困ったもんよ。まあ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 、パワーオーラが出てるんで、まあ、こんな感じの性能で、アンチダメージオール、超マインスイーパー L、リジェネーム、超アンチ重力バリア、パワーオーラ。あ、まだ少ない。で、超絶ソリッドバレットと、超強分診断があって、ユークリがある。はぁ、こんな、ユークリつけときゃいいみたいなさ、ほんと、甘っちょろい考え方しときゃいけんのよ。うわ、倒してねえやろ、ほら、こんなんなるんや。パワーオーラがあるけっつってさ、ちょっと、軽いよね。なんか、え?殴ってねえぞ、上。あ、これ、当たれんな。一番のね、売りは、このテンスラコラボなんで、今回。テンとか言った。スライムをね、スライム、おーい。スライムを見せたいっていうのはあるね。で、倒していくか、とりあえず。超バランス型にもできるっていうか、超バランス型なんでね。回なんで、重心か。あー。なるほど、そうか。友情でやれる?友情でやれるのおかしいやろ、これぐらい。2体当たるつもりだったけど、あいつ埋まっとった。まあまあまあ、なんとかなったか。まあでもね、過去、なんていうの。モンスト初期からあるようなギミック対応。しかしてないんで、そんなにね、いけるとこがないっていうね。まあ、いけるとこあってもね、これちょっとスライムの、あれだけミスラインはしてないか、ほんと。うーわ、なに?強っ、スライム。見て。マッチョなっとる。ああ。攻防アップだった。で、どうしよう。まあまあまあ、それができるわな。で、ノイシュ、バンシュタイン、スパインシュタイン。長いね、ノイシュ、バンシュタイン、スタインも。はい。で、しっかりと、決め込んで、お、ちょっと待って、なんか起きとるぞ。シュリンガーラが、えぐれとるぞ。え?いやー、引き寄せてきた。はまらんの。で、真ん中ぐらい置きたいんよね、ほんとは。ほんと、ちょっと待って、縦勘できんのかい、わし。はい、ボス来ましたね、とりあえず。まあ、なんとかね、テンスラコラボ、実行、あれできそうな気がするわ。スライム、ありきで。もうでもね、こんな、そんな、ゾギー。まあ。まあでもね、ご覧の通り、なんですけど、めちゃくちゃ強いと。あー、ユークリ出たな。ユークリか、おっ、ゲッチ、まだユークリ、おぉ殴りがえぐいって、結構。超バランス型ね。こんなにね、過激持ってきてないんよね。なんなら6500ぐらいなんやけど、相当えぐっとよ、また。です。おーい。弱点ねえのに結構削っていくんやな。痛いな。パワーオーラがなくなるんだよ。80% 切っちゃうとね、ただパワーオーラなくなっちゃうんで、うわー、ミスった。そこがね、ちょっと痛いとこではあるけどね。これやばいな、結構。結構やばびやな。届くかな?あのユークリに届いたら倒せそうなんやけど。ユークリあるって、この友情でユークリだったら結構えぐいよね、やっぱ。強いもん、ほら。超強分診断がちょっとやっぱムラがあるかなって感じではあるけど。ものすごく強い。あと、もう最後ね、カリスマ大号令があるんで、カリスマ。ヒーリングオール展開、それもやっぱ、相性いいな。すごく相性がいい。SS、違う、パワーオーラと相性がいいわ。倒せんかったけど、まあ、とりあえずは。これ消えちゃうか。まあ、しゃあないね。
あのハートなるべく取らんようにしていきたいとこではあるね。しっかりと倒して、やっぱ殴り強いな。でカリスマ大号令したいんで、パワーオーラカリスマ大号令したいんで、とりあえずおとなしくしていこうかな。イジェネンもやっぱすごい相性がいい。ちょっと待て、ウェイト。ちょっとやりすぎやろ。軽く触れただけで。で、これ、パワーオーラ、レトで、パワーオーラカリスマ大号令いきます、ね。もう、とにかく、打ち方ミスったけど、やっぱ倒せちゃうというね。圧倒的破壊力。評価ぶち下げできるわけねえやろ、んな。強すぎるやろ。ってことで、無理でした。